どうも、陣内智則です。今回のネタはテレビショッピングです。テレビショッピングの通販番組のねやつをネタにしてるんですけど、まずその前にねちょっと皆さんにご報告が、こちらですね、僕のファンのおばちゃん愛さんから届きました。愛さんありがとうございます。来てます。これ前回ね飛び出す絵本の時にねちょっとパパっぽいピンクのねパパっぽい服を送ってくれたんで、ちょっと愛さんと若い服送ってって言ったらね、もう来ました。アイさんありがとうね。あともう一個届いたアイさんから、若い服って言うたから多分スポーティーにしたいよね。今回は全然若いイコールスポーティーと思ってくれたんで、アイさんがこれ送ってくれた。もう来てますから、アイさんいいよね。いやいいです。岩津っぽいしね。アイさんいいよ、こういうことです。アイさんお願いします。あと皆さんもぜひ、衣装ついてないから服待ってます。まあ特に愛さんちょいちょいこれ送ってくれるのすごく助かりますんで、いつか溜まったらね、アイズコレクションみたいな、アイズファッションコレクションしましょうか。アイコレ、アイコレしますんで、まだ待ってますんで、ありがとうございます。さあ今回はテレビショッピングということで、まあちょっと海外のねテレビショッピングをモチーフに、このロケもすごく大変やったんですけどね、本当に海外の外国の方をね役者さんを使って撮ってるんで、ぜひご覧ください。テレビショッピングです。どうぞ。あー暇やな、この時間何にもな、番組やってないしな、面白いテレビないもんな。あ、なんか通販番組やったな、それ見てみようかな。よし、こっちと。あ、始まった。今夜も素晴らしい商品をあなたに届けます、うん、エブリーナイトショッピング。あ、なんかやってるなこういうの。あ、海外の通販や、たまにやってんねんな。あら、あーなんてこった、新品のカーペットが汚れちまうよ、どうしよう、早く拭かなきゃ。あるわこういうこと。あー落ちない。うわ大変。どうしたんだいボブ。あーマイク、カーペットにコーヒーをこぼしたんだ、うん、どうしよう、このままだとシミになって部屋が汚れちまうよ。うわ嫌やな。コーヒーのシミってなかなか落ちないよね。なかなか落ちない。でも大丈夫。え、こんな時こそこのワイルドクリーナー使ってみて。ワイルドクリーナー。このワイルドクリーナーはさっとひと吹きするだけで、あっという間に汚れを落とします。うわすごいこれ。マイクすごいじゃないか。すごい。あっという間に汚れが落ちて、うん、カーペットが汚れずに済んだよ。すごいな。部屋汚な。どうでもええわカーペットの汚れ。めちゃめちゃ部屋汚いな。部屋掃除せえ。なんでここで撮影したんやこれ。今すぐお電話。いや商品すごいけどな、部屋汚いの気になるわ。わでもなんかこう商品良さそうやな。ちょっと家のあったら買ってみようかな。メアリー、お土産だけは忘れないでくれよ。もちろんよバブ、楽しみにしててね。でもメアリーと1週間も会えないなんて寂しいよ。私もよバブ。メアリーが帰ってくるの楽しみに待ってるよ。ところでどこのホテルに泊まるんだい。ワイキキホテルよ。あーワイキキホテルか、確かあそこのフレンチのコックさんはニューヨークの本店から来ている超一流のコックさんらしいんだ。え、そうなの、楽しみ。いやボブ。いやマイクじゃないか。あ、紹介するよ、僕の彼女のメアリーだ。ボブの友人のマイクだ。これから旅行にでも行くのかい。そうよ、今日から1週間ハワイへ行くの。へえ、どこのホテルへ泊まるんだい。ワイキキホテルよ。確かあそこのフレンチのコックさんはニューヨークの本店から来てる超一流のコックさんらしいんだ。マイク、あいにくたった今ボブから聞いたとこよ。そうだったのかい。いいカバンだね。今すぐお電話を。長いわ長。どうでもいい会話聞いとかなあかんの。いやフレンチのコックさんのくだり2回もいらんやろほんで。長っ。普通のバッグやなこれ。ほんでいらんわ。次何ボブ何してんの。あ、またマイク来た。ボブどうしたんだい。いやマイク、最近お腹がたるんできたんで腹筋してたんだ。お腹ね。でもこの通り、うん、全く効果が現れないんだ。確かにお腹周り気になるな。そういう時にはこれ、うん、このストロングマッスルを使えばいいんだよ。ストロングマッスル。このストロングマッスルは1分間に3500回もの振動でお腹の脂肪をあっという間に燃焼させます。めっちゃすごいやん。ありがとうマイク、これでまたメアリーも惚れ直すよ。今すぐお電話。あ、これ何かの縁かもな。わせっかく買ってみようかな。もうこれ見たらええやな。999と。あ、もしもし、あ、見てました。はい、ストロングマッスルをください。29,800円のやつ。はい、待ってます。わあ買ってもうた。でも嬉しいな、なんか楽しみやな届くの。はあ
どうしたのボブ、ため息なんてついて。いやマイク、もう3ヶ月間もストロングマッスルを使い続けてるんだけど、まるで効果がないんだよ。そんなことってよくあるよね。よくあったらあかんやろ。買ったぞ今29,800円で。でも大丈夫、このストロングマッスル2を使ってみて。いや2出んのは早いわ。このストロングマッスル2のタイミング早いって。ストロングマッスルとは比べ物にならないくらい。2めちゃめちゃすごいな。燃焼させます。2にしてよかったわ。さらにストロングマッスル2をお買い上げの方にはなんと従来のストロングマッスルがついてきます。いやついてくんのかい。今すぐお電話を。めちゃめちゃ安いな2。いやもうちょっと待ったら2変えてたわ俺。最悪や、29,800円で買ってもうた。赤腹立ってきた。もっとええ商品買ったろ、こうなったら。 Hey Bob, what's wrong? Hey Mike, my eyes are just so tired. 通訳は、通訳の人どうしたの、全然分からへんわ。 like, you know what? 日本語で言ってくれないと、通訳で。何、like、that. 絶対分からんぞこれ。 Give it a shot. I'm sure you'll love it. 何を言うてんの2人。 Wow! 今すぐお電話を。何の商品やこれ。何の商品か分からへんわこんなもん。いくらやねん、ほんで。いつ使うねん、これ。全然分からへん、もう商品紹介してもってやつ。ただいま。あれ、メアリー帰ってきた。いや待ってたよ。メアリー、お帰り。ハワイはどうだった？最高。すごい楽しかったわ。メアリー、一体どうしたんだい？うん、重い荷物を肩にかけてたから、肩痛くて。あるよね。そういう時ってあるよね。あるある。でも大丈夫。え？そんな時は、こうすればいいんだ。いいのに？今すぐお電話を。いや、したことあるけど、それ。いや子供の時こう重たいカバンこう頭にかけてたけども、いやこれ電話してなんて言うたらええの。そうですね、言うたらええの。商品紹介せえ、もっとちゃんと。あ、ダメだ。あ、わかる、これ入らないや。布団の収納ね。どうしたらいいんだ。これ困るな。いやボブ、どうしたんだい。いやマイク、いや布団が入らなくて困ってるんだよ。何かいい方法ないかな。布団ってかさばるよね。でも大丈夫、そんな時はこの布団プレッサーを使えばいいんだ。布団を入れて掃除機で吸うだけでこんなにコンパクトになるんだ。すごいじゃないかマイク、これで部屋が片付くよ。今すぐお電話。いや、あいつ誰やねん。気になって入っていけへんわ布団プレッサー。ずっと小太りの外人こっち見てたけど俺だけ見えてた。違うよな、何やねん、なんで一言も喋れへんねん。あいつ全然入ってけへんわ布団プレッサーが。メアリーどうしたの次。ああ、もううまくいかないわ。いやメアリー、どうしたんだい。キャベツの千切りがうまくできないの。ああ、なんだそんなことか。え、そんな時はこれを使えばいいんだ。スライスカッター見てごらん、ほら横にスライドするだけでこんなに簡単に千切りができるんだ。確かに便利やな。すごい、マイクがいて助かったわ、あ、どうしよう、切りすぎちゃったわ。うわ、やりすぎだなこれ。どうしたんだメアリー。あれボブ来た。スライスカッターで千切りしてたらついついキャベツを切りすぎちゃって困ってるの。なんだそんなことか。でも大丈夫、大丈夫。さっき布団プレッサーを買ったんだ。今すぐお電話を。いや使い方違うわボブ、アホやなあいつ。いや布団プレッサーは布団をギュッてするやつよ。キャベツギュッてしたらあかんよ。いやアホやなボブ、大丈夫かね、この商品大丈夫。メアリー、メアリー、あ、次頼むよ。あの商品やっと届いたよメアリー。ちょっと買いたいから。メアリー喜んで、あの商品やっと届いた。いやこんなシーンいる。いや通販で見たことないやろ三角関係。いや通販でベッドシーンいらんねん。商品を紹介して早く。今すぐお電話。いや何やこの演出、普通に紹介せ。何やこのバタンと落としながらの演出は。あかんな、全然あかんのこれ商品。え、いやもうドラマメインになってきたなこれ。商品全然紹介せえへんや。いや思い出な。そうか、もうそうか、マイクに取られたもんな。もう忘れよメアリのことは。思い出を捨てよう全部。そうそう、ジッポで燃やして思い出も忘れて次の恋に行こう。あれ10本も捨てんの。いやギュッてすな。